はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、ついに来ました !OB 第1弾こちらについての動画を撮っていきたいと思います。はい、というわけでございまして、今年もこの季節がやってまいりました。まあ、外国人 OB がですね、9月に登場していたので、まあ、OB 自体はね、これが今年2回目という形にはなりますが、日本人 OB 選手、通常の OB 選手に関しては、今年これが第1弾という形になりましたので、今年一発目のね、OB 動画を撮っていきたいと思います。で、以前ですね、OB のシステム等々の解説に関しては、事前に動画を出しておりますので、概要欄にね、リンクの方を貼っておくと思います。ますので過去動画を見ていただければ嬉しいなと思います。この第1弾以降ね、どんなスケジュールで第2弾第3弾と出ていくのかとかね、いろいろお話ししてますので、ぜひ過去動画を見ていただけたら嬉しいなと思います。ということでございまして、今回のラインナップとしてはこんな感じでございます。はい、まずはいつも通り、今回登場した第1弾の12名の選手能力ポイント解説からやっていきます。いやー、今回もね、本当に素晴らしいラインナップがね、今年も第1弾で登場してくれたので、まあ、またね、徹底評価に関してはがっつりやるんですけれども、まあ、ポイントはね、すでにまとめてきたので、解説の方をしていきたいと思います。でその後ですね、OBセレクションガチャも早速ねガチャの方回していきますので、果たして今年最初にね手に入れられる日本人 OB は誰かという勝負やっていきたいと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、早速ガチャ画面の方やってきたんですけれども、今日からですね、プロスピ15周年記念10連プレゼントスカウトの方がまたやってきましたね。で、これがおそらく、言われていたキャンペーン、周年期間の中で来る4回の、最後の回になるかなと思います。まあ、これに関してはね、無課金アカウントと合わせてダブルビ機会をちょっと後日やりますので、まあ、これに関しては後日の動画を楽しみにしていただければ嬉しいかなと思います。まあ、ぜひですね、このスカウトの結果等々皆さんのコメントをお待ちしてます。はい、というわけでございまして、OB の方見ていきたいと思うんですが、まずは西武石毛さんから行きましょう。はい、この西武石毛さんはですね、2016年以来の登場になっておりまして、めちゃめちゃ久々ですね。2017、2018と空いて、3年ぶりの登場という形になってるかなと思います。で、この石毛選手に関しては、称号でパワー A が狙えますね。はい、パワープラス2が付けられれば、パワー A の量というところです。まあ、ショートでね、この打撃能力っていう選手、現役で言ったら、まあ、坂本選手がね、今現状もうワントップみたいな感じになってますけれども、まあ、OB を含めて考えてもですね、なかなかショートで打撃能力高い選手って毎年そんなに出ないんですけれども、この石毛選手は非常に、いい存在になっているかなというふうに思います。で、特殊能力こんな感じで超広角打法を持ってますね。はい、まあ右バッターの超広角、まあ弾道がねラインドライブというところではちょっとまた使用感難しい部分もあるのかなと思うんですけれども、この超広角持ってるっていうところにねこだわりたい方は非常にいいんじゃないかなと思ってます。続きましてソフトバンク吉永選手ですね。はい、この吉永選手に関しては OB 初登場になりました。パッと見この写真だけ見るとなんか松中さんと被るところがありますけれども、今年これ吉永さんがファーストで登場したということは、松中さんの登場はちょっとないかもなんていう風に個人的に思っているところではございます。ただこの吉永選手もねかなり能力良くて、ミートとパワーのね能力もともとはデフォルト BB78-79 なんですが、称号次第でミートパワー AA が狙えるという形になっております。そしてかつ弾道ですね。はい、弾道に関しては特殊能力で、パワーヒッター回を持っておりますので、パワーヒに変えることができます。でかつ、ちょっともう守備適性さっき見ちゃいましたけれども、ここはい保守適性があるんですよね。この吉永選手はね、限界突破4回、できれば保守適性が、つくという形になっております。実際ファーストよりもねキャッチャーの方が規制的には高いっていう、まあ査定にはなっているんですけれども、まあ肩スローイングとかをどう捉えるか次第ではあるんですが、この吉永選手をキャッチャーとして使うっていうのもね全然 OK だなというふうには思います。正直言って現役選手と比べたらね全然吉永選手の方が強い部分はかなり多いかなと打撃能力に関しては思うので、まあキャッチャーに困っているよという方に関してはこの吉永選手を使うっていうのも全然いいのかなと個人的には思ってます。続きまして日本ハム稲葉選手ですね。はい、今は侍ジャパンの監督としてねプレミア中に戦っている真っ最中でございますが、この稲葉選手に関しては4年連続の登場になっております。ただまあ日本ハムで登場するのは今年が2年ぶりという形になっているかなと思います。去年はヤクルトで登場してましたね。まあこの稲葉選手もねもちろん表の能力、ミート A というところで素晴らしいんですが、やっぱりここかな。はい、守備の能力が素晴らしいです。ライトの守備 B 適正で、かつ補給スローイング方もね全部 B 超え、スローイングに関しては A というね、素晴らしい査定になっているかなと思います。まあただちょっと今回ね同じライトで高橋由伸選手この後紹介しますけれども出てますので、まあちょっとそこと比べちゃうとなっていうところでありますけれども、まあ4年連続登場しているという点ではね、かなり長く遊ばれている方は OB の中でも限界突破しやすいぞと思っている方も多いのかななんていうふうには思います。続きましてオリックス今井選手ですね。この今井選手はですね OB 初登場に今回がなりました。で、まあ、もちろん表の能力もね非常に素晴らしくて、球威とスタミナがね AA っていう形になっているんですが、球威プラス2の称号が付けられるとね、球威スタミナの同値に一応狙うことはできますと。であとは変化球ですね。はい、ここがすごい話題になってましたけれども、修身っていうね、新球種を持っております。まあおそらくこれマジレスをするとシュートとシンカーの、まあ変化を合わせたボールっていう感じ
ジで終身っていう名前なんじゃないかなと思うんですけど、まあこれに関しては完全に今回初登場の球種になったので個人的にもかなり使ってみたいなというふうに思っております。はい、で中継ぎも限界突破3回できればいけるっていう能力ですね。で特殊能力こんな感じ、超重い球、援護回、尻上がりの3つですね。超重い球を持ってるピッチャーってなかなか最近いなかったような気がするんですが、まあこういったなかなか見れない球種であったりとか特殊能力っていうのをね持ってるのも OB の面白さの一つかなと個人的には思いますね。続きましてロッテ小林選手ですね。この小林選手もですね今回 OB 初登場になりました。で能力的にもですね球威と制球どちらも AA という能力になっているのでかなり見栄え的にもね、強いかなと思います。あとは球種の数はですね4球種というところで多くはないんですけれども、ただ B 球種3つ持っているというところでは非常にね、能力的にはいいかなというところです。で特殊能力は存在感20丸、切れ替え、コントロール、この3つです。続きまして楽天小倉選手ですね。はい、この小倉選手は OB 初登場になりました。正直ね完全に盲点でした。この小倉選手確かに OB 登場予想入れとけばよかったなと今になって思ったんですけれども、まあなかなかね楽天の OB の選手って今まで現状そんなにね能力高い選手出てこなかったんですけれども、小倉選手はかなり能力いいかなと思います。まあ制球型っていうところがねなかなか使いづらいぞと思う方もいるとは思うんですけれども、制球 A でかつ7球種持ってるんですね。球種が7球種あるというところでは非常にいいかなと思います。まあ球種の質がねちょっと D と E しかないっていうところを気になるっていう方もいるとは思うんですけれども、まあまあコンボバランス的には非常にありがたい選手になるかなと思います。あとは中継ぎと抑えもね限界突破ゼロでいけるっていう使い勝手の良さがこの小倉選手はあると思うので非常にいいかなと思います。でこの小倉選手はね楽天の初年度で、まあ、戦力外通告を受けたんですけれども、その年にですねトライアウトを受けて再び楽天に出戻りするっていうね、まあなかなかちょっと異色な経歴を持つ選手なんですけれども、その、トライアウトで出戻った年のですね成績というか、まあその年の、査定にこの年の、この OB はなっているよというところです。まあ初期の楽天とかがねかなり好きな方にとってはこの小倉選手の登場かなり嬉しいんじゃないかなと思います。続きまして広島金本選手ですね。この金本選手もですね OB としては今回が初登場になりました。で能力的にはミート81、パワー80、走力79という能力なんですけれども、称号してですねミートとパワーの AA 同値、あとは OA っていうところをね、狙える能力になっていますので、かなりそこは魅力的なポイントかなと思います。で特殊能力こんな感じ、チャンス20丸、ラインドライブ回、逆境持ちですね。はい、まあまあレフトとしてもねちょっとこの後別の動画で比較もろもろ出しますけれども、間違いなく高い能力に今回の金本選手はなっているかなと思います。続きましてヤクルト石井和久選手ですね。はい、この石井和久選手今となっては楽天の GM をねされていて、今いろいろ話題になっているところではございますけれども、プロスピース的には2年ぶりの OB 登場になりました。まあこの石井和久選手に関してはねちょっとゲーム的な再現というか能力の査定難しいんだろうなというふうに思うんですけれども、球種は3球種ですね。はい、ただスラーブがめちゃめちゃ強い、能力になってます。で限界突破5回でね一応中継ぎもいけるので、まあそういった使い方も一つはあるのかなというふうには思います。はい、ということで特殊能力はこんな感じ、この3つですね。まあただ石井和久選手もかなり OB で何年も登場している選手にはなるので、まあ限界突破割りかしできるぞという方も多いのかなと思います。続きまして巨人高橋由伸選手ですね。はい、この高橋由伸選手に関してもこの OB では初登場となりました。で能力的にはですね弾道アーティストでかつミートとパワー AA の同値っていう能力になっていて、かつ守備能力もねこの高橋選手は素晴らしくて78っていう適性を持っていて、かつ補給スローイング型も全部 B 以上というね、査定になってるので、まあ間違いなくいろんなバランスを考えても現環境シリーズ2では最強のライトと言えるかなと思います。シリーズ1だとね中日福留選手がめちゃめちゃやっぱり強いところであるんですけれども、シリーズ2の中では間違いなくこの高橋由伸選手がまあなかなか崩れることないかなというふうには思ってます。はい、で特殊能力はこの3つで、かつ広角打法を持ってるんでね、はい、でまあリアタイメインでやってる方も、欲しいところになってくるんじゃないかなと思います。あとはタイムスリップからのね継承ももちろんできますので、まあタイムスリップをね過去持ってる方も欲しいという方たくさんいるんじゃないでしょうか。続きまして DeNA 進藤選手ですね。はい、この進藤選手も OB 初登場になりました。まあこの進藤選手に関してはね打撃能力というよりやっぱり守備能力かなと思います。はい、サードの適性が79ということで、おそらく僕の記憶が正しければサードメインのね選手の中でナンバーワンの査定になっているかなと思います。であとはショートもね B 適性というところで限界突破ゼロでいける査定になっております。で特殊能力はこんな感じ、対左投手、チャンス、回、意外性というね3つを持っております。まあ DeNA 純正的にもどうなのかなっていうところではありますが、まあただパワー型なんでね、まあ総力型だったらスルーでもよかったかなと思ったんですが、まあ、パワー型となるとちょっと取りに行かないといけないかな。はい、まあちょっとここはいろいろ考えます。続きまして中日落合選手ですね。はい、この落合選手は今年は中日で登場しましたね。去年はロッテでね初登場になって非常に強い能力で出てきたんですけれども、今年は中日で2年連続
の登場となりました。で、今年の能力はですね、デフォルトの同値は崩れちゃったんですけれども、ミートとパワー AA で、まあ、またね、同値も狙える能力にはなっております。あとは、アーティストというところは変わっていませんし、メインがね、ファーストになっているんですが、サードは超4、限界突破4回ができれば、サード D っていう適性ではあるんですけれども、任せることができる能力になってます。まあ、もちろん去年のものをね、持っている方とかもそうですし、単純に去年 S ランクは手に入れなかったけど、A ランクは取っていたなんていう方とかもいるのかなっていうふうには思うので、まあ、そういった方はね、ぜひここで落合選手獲得していただけると、いいのかなと、個人的に思っております。で、最後、阪神、城島選手でございます。はい、この城島選手、今年は阪神で登場しましたね。はい、まあ、ソフトバンク、阪神、ソフトバンクと来ていた中で、まあ、今年は順番通り阪神という形でした。で、能力的にはですね、79、80、64ということで、ミートとパワー AA での同値が、また今年も狙える形になってます。で、星能力もですね、相変わらず、素晴らしい能力になっておりますので、まあ、現環境、間違いなく、キャッチャーとしては最強クラスと言えるかなと思います。この城島選手、個人的にも狙っていきたいと思いますし、まあ、欲しい方はたくさんいるんじゃないかなと思います。特殊能力はこの3つ、超パワー比、保守回、プルヒッターですね。はい、というわけでございまして、以上ですね、今年の OB 第1弾のラインナップ見ていったんですけれども、まあ、ちょっとやっぱね、今年初の OB というところで熱も入ってしまってかなり長くなっちゃったかなと思うんですが、ここからガチャの方をやっていきたいと思います。で、今回は、この OB セレクション第1弾、とりあえず30連いきます。はい、まあ、最初からしょっぱな飛ばして100連でもいいかなとも思ったんですけども、まあ、ちょっといろいろ狙いとかもね、まあ、累計含めて考えていきたいなという部分でもあったので、とりあえず30連でいきたいと思います。で、まあ、個人的に今回第1弾の狙いはこんな感じです。はい、トップ3を決めるとなるとこの3人かなという感じです。まあ、もちろん DeNA 純正で考えたらね、進藤選手が優先順位的にはまた変わってくるんですけれども、まあ、単純な12球団オーダーの強化で考えていくのであればこの3人かなという感じですね。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、今年の最初の OB です。ちなみに確率はこんな感じ。はい、 S ランク出た時は 50%、 A ランク出た時は 30% ですね。今回今年 A ランクは高橋由伸選手の A ランクが欲しいな。あんまりタイムスリップでもね、縁がなかったので、由伸さんの A ランクって個人的には持っていないので、そこが引けたら嬉しいというところで、最速よく確定きた。さあ、いきなり来たよ。あとは 50%。さあさあさあ、ちょっと最近引きがね、ワールドスターあたりでもう運を使い切ったかなと思いましたけれども、来たよ、流れまだ来ている。さあ、どこで来る。4。おー、ジェラシーク、城島選手の A ランク、嬉しい、ありがとうございます。まあ、城島選手はね、結構称号用まで取っている A ランクあるんですけども、何枚やっても嬉しいですね。はい、オッケーオッケー、いい出だしよ。さあ、6枚目。おー、広島、長野選手でした。はい。まあ、50% は引けずというところでしたけれども、この長野選手ね、この間野手の動画でも言ったんですけど、全同値なんだよな。まあ、ただ今回パーセンテージもね、ガチャ、ターニングポイントでつくので、そこも非常に大きいですね。はい、ありがとうございます。さあ、2枚。2枚引けなかったけど、石毛選手の A ランクいいですね。30% うまく引いてるぞ。さあ、ラスト。帯。糸井選手でした。まあまあまあ、いいでしょう。10連目かなりいい引きでしたね。はい、ボーナス的も非常に惜しい引きでした。今年の B ランクなんか結構闇感あるな。はい、まあいいでしょう。 OK、 ありがとうございます。さあ、ということで20連目いきましょう。ここでもう一回 S ランク出したいな。はい、あと OB、 A ランク、高橋由伸さんの A ランク欲しい。さあ、いいよ。おお、マジでやば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 い。ちょっと待って、最近本当に運やばい。さあ、頼む。あとは次こそ 50%、 次こそ 50% 引かして。さあ、しっかりエース入って、どこで来る。 A ランクも引かして、おお、いいよ。 B ランクは結構出てるな。6、7、8、8枚目。おお、小倉選手でした。今年の OB 最初は楽天、小倉選手でしたね。いや、よかった。2回目にして 50% いけました。これはボーナス的も非常にありがたい。まあ、オーダーとしてどうかなっていうところでありますが、まあまあ、これありがたく受け取りましょう。はい、さあ、もう1枚。おー、楽天連続でしたね。三馬選手でした。はい、というわけでございまして、ラスト30連目いきたいと思います。いや、やっぱ30連だとめっちゃあっといますね。はい、ただまあ今回かなり10連目20連目でもね、いい流れできましたので、ラスト30連目、狙いの3人欲しいな。 OB 第1弾、幸先よく1回目で狙いの選手いきたい。じゃあ行きましょう。30連目、城島さんか、吉信さんか、落合さん、この3人誰かください。さあ、頼む。よいしょ、いいっすね。3回全部亀吹き来るのいいな。さあさあさあ、しっかり青い炎演出入って、カットイン入っていきましょう。石毛さん3連続、嘘、あのトンキン事件以来の3連続、なんかさらっとやってんだけど。おお、びっくりした。4連続かと思った。今進藤さんでした。はい、めっちゃ似てるじゃん写真。さあ、6、
おお、田中俊太選手の A ランク7、8、9ということで30連目は確定のみでした。さあ誰が出るかな、最後の確定。城島さん、高橋さん、落合さん、この3人誰かください、お願いします。確定 OK よし、ということで今年も落合さん獲得しました、ありがとうございます。やった、めっちゃ嬉しい。いや、なんかちょっとすごいフラグ感あるんですけど、確かね、去年落合さんを引いた時も B ランク落合さんから S ランク落合さんの流れだったんですよね。この落合さんの S ランク欲しいな、来い。おお、いやー、なんか今すごいいろいろ思い出したわ。はい、ということでこれは間違いなく継承しましょう。しっかりオーダーでも使っていきたいと思います。で、今回 OB 第一弾のイベントはターニングポイントというね、イベントが来たんですけれども、報酬はこんな感じです。はい。最後に S ランク OB 第一弾があるので、まあ、しっかりね、累計まだ終わらせていきたいなというところなんですけれども、で、このターニングポイントに関しては僕自身も累計の方をね、できる限り早く終わらせて動画にするつもりではいるんですけれども、まあ、いち早くね、攻略解説動画見たいという方は過去動画ぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。ぜひですね、まあ、できる限り効率よく進めて、この OB 第一弾一緒に獲得を目指して頑張っていきましょう。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローよろしくお願いいたします。なんかね、無課金美課金の方だとね、アニバーサリー選択契約書もろもろでね、エナジー使ってこのガチャ引けないぞという方もいると思うんですが、まあ、もしね引いた方がいましたらコメント欄にて結果書いていっていただけると嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。